LGBT 法案で女性。ほんとごめん。女風呂に男性器のついてる人が、心は女性って堂々と入ってきたら、私は嫌だし怖い。がネットで話題。内容はこちら。LGBT 法案に対する女性の本音に賛否両論の声が上がっているようです。では、タガメさんのツイートより内容を見てみましょう。タガメ、沼の底から。ほんとごめん。女風呂に男性器のついてる人が、心は女性なんで、って堂々と入ってきたら、私は嫌だし怖いのよ。そう感じることは、マイノリティへの差別だってコメント来てたけど、裸の男性が女風呂に入ってきたら、嫌だって思うのが差別なら、女の安全は軽視されてええのんか？この女性の本音に、次のような賛否両論の声が上がっているようです。チョコバナナ。心が女性って入ってきたとして、私男性が苦手でダメなんですがいた場合は、男性が苦手という個性というか考え方として受け入れないの。心が女性、男性で、体は男性、女性という考えが個性なら、この世の考え方全員が個性じゃないの。尊重なんかしきれねえんだよ。綺麗事が。楽。時代の流れなんだから受け止めろ。嫌なら行くな。イラストや萌えぽよ。そういう意見を、なぜ可決する前に言えなかったんですか。芝、MG。法案に賛成した女性議員たちがそれを経験すればよくわかるんじゃ、と思います。他人事のように考えてるし。空引く豆子。心が女性の人で女風呂に入らせないなら差別って騒ぐ人多いけど。心が男性で男風呂に入らせないなら差別って騒ぐ人を見かけない時点で、女風呂入りたい人は、よこしまな心を持ってる気がします。五郎。だから、そういう人は入ってきませんよ。何百万回も説明されていることなんだから、いい加減理解しなさいよ。テオレマ。当事者はそんなこと考えてもいませんし、そういう行為は厳格に法律で禁じられてますから、変な扇動を信じないようにしてください。すでに分断が生まれているようですね。ゆるパンダは、もちろんタガメさんの考えを支持します。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。心が女だという人を批判してる人は少ないと思う。心が女だから女湯に入りたいなら男性器を取ってほしい。体も女にしてほしい。それができないならジェンダーの問題ではなく人間性の問題だよ。女の安全を守りたいと願うことの何が差別だよって思ってる。そもそも心が女性だって宣言してる男の人が女子トイレに入ってきて襲った事件とかあるじゃん。だから怖いのにさ。ごめんする必要なし。差別ではありません。女性が恐怖を感じるのは、至極当然の感覚だと思います。次はこちら。心が女性なら、その辺のこと理解できるはずなんだけどな。こういうので、見た目が女性で心は男だから男風呂入りたいとか、男子トイレ使いたいって人聞いたことないな。身体の違いは差別じゃなくて、区別だと思う。分けないといけない場面もあるよね。みんなが納得、安心できなきゃ、平等とは言えない。多分この件で一番迷惑被ってるのは、本当にトランスジェンダーで悩んでる人だと思う。政治家は、LGBT 法案による世の中の混乱をどう見ているのでしょうか。次はこちら。絶対これは差別でない。身体が男はダメ。誰でも入れる温泉なら絶対行かない。もう部屋風呂家族風呂しか入れない温泉は贅沢品になるのか。この件のニュース聞いてから、外のお風呂屋さんとか怖くて行けなくなった。心は女だから女風呂を許可する温泉宿があったとしたら、宿の案内にちゃんと表記してほしいです。それを認める風呂屋には行かなければええ。多くの温泉が潰れそうな気がします。最後はこちら。これはダメだ。どんな理由があっても恐怖。私も理解はできませんし、あってはならないと思ってます。
100歩譲って心が女性なんだとしましょう。それをみんなが納得できる形での証明はできませんし、差別だと非難されても構わないと思ってます。思春期の女の子からしたら本当に怖いしトラウマになりそう。大人でも怖いのに。女性として生まれて女性として生きている私たちの気持ちは尊重されないのでしょうか。 LGBT 法案のせいでこの問題はさらに悪化し分断を生むでしょうね。結論。 LGBT 推進派の政治家はLGBT 法案が成立しても女風呂と男風呂は身体的特徴で区別するということであって、心が女性で体が男性の人が女湯に入ることはないと主張していましたが、それではなぜ自民党の有志議員がトイレや浴場などの女性専用スペースを確保するために女性スペースなどを守る議員連盟を立ち上げたのでしょうか。おかしくないですか。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。